まずは多摩地域です。国分寺市は今月14日ウクライナの平和を願いチャリティーコンサートを行いました。コンサートにはウクライナ出身のオペラ歌手やテノール歌手の秋川雅文さんが出演。会場では救援金の募集も行われました。三鷹市では今月23日から神田川こいのぼり祭りが始まります。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催です。続いて23区です。江戸川区は災害発生時に避難所の状況などを知らせる江戸川区防災アプリの提供を開始しました。アプリでは家族や友人と安否確認をすることもできます。板橋区は妊婦への支援として今月25日から電子会議システムを使った子育てに関する相談を受け付けます。相談は午前9時から午後5時までです。